AKB48 の総監督向井地美音が、先般週刊誌等を賑わせている、まあ岡田奈々ちゃん、浦山優里ちゃんの、まあ、恋愛発覚的なことに対してコメントをしております。今まで曖昧に、長年曖昧にされてきたこの問題に初めてメスを入れるというか、パンドラの箱を開ける決意を向井地総監督はしたと、私はすごい評価したいと思います。どのような形でも結論を出すということなんで、それを待ちたいと思います。まあ、私の持論を言わせてもらえれば、まあ、人気、実績、キャリアに関係なく、もう明らかにそういう、なんて言うんでしょう、恋愛、彼氏的なものが発覚したら、もうすぐクビでいいと思っています。まあ、それはもう人気とかそういうの関係なくです。なんか、どなたかが25歳、定年制を敷いても25歳過ぎたらもう恋愛とかにするの当たり前っていうか、そういう感覚なんで、もう縛りつけておくのもきついんで、もう25歳完全卒業にしてしまえばいいというような感覚の意見もありましたが、まあ、それはちょっと極論かなと思います。25歳過ぎても真面目にやってる子もいますし、20歳過ぎて入って25歳でも今から伸びていく若手の子もいるんだ、若手っていうかキャリアが浅い子もいるんで、そこを完全に25歳定年制というかもう卒業制にしたら、そういうメンバーの可能性を閉ざしてしまうので、私はそこは賛成はできないんですが、もうそういう恋愛とかが明らかにもう発覚した場合は、有無も有無を言わせず、人気、キャリア、実績に関係なく首をして浄化するという、そういうのがいいと私は思います。